ははいそれでは本日は二級建築施工管理基地の学科試験平成30年前期問47番平成28年問22番平成25年問22番法規労働基準法について解説していきたいと思います問題は番組対ル下の説明欄にも記載されていますのでそちらからもご覧くださいこちらの問題なんですけどもこちらの労働基準法の、まあ、このような似た問題ですね使用者が労働契約の 労働者に書面で交付しなくてももいいものまたは交付しななななければならいないもの、まあこののこここ類似問題がこの3つになるということうですねまず、えー、この3つの問題なんですが、過去11回の、まあ、統計データを見てみたんですけども、まあ、結論から言うと、令和2年は多分出るかもしれないということになります、えー。平成24年からちょっと遡ったんですが、平成24年は出てなくて、そして平成25年にこのような問題が出たということですね。そして、26年、すみません、27、ここに書いてしまったんですが、26、27と2年連続で出ずに28年で出ましたと。 そして、29年は1、1回も出ずに、えー、平成30年の前期が出て、そして、平成30年の後期と、えー、令和元年の前期後期、どっちも出なくて、3回連続で出なかったことになります。なので、もしかしたら、まあ、この漢字からすると、もしかしたら令和2年に関しては、まあ、出る可能性が高いので、まあ、こちらも覚えていただく必要があるのかなと思います、えー。このような問題なんですが、まずですね、こちらはですね、もう使用者が労働契約、もう使用者がということですね、使用者が労働契約の締結に対して、 まあこの労働者に書面で交付してもいいもの、交付しな,、えー、交付しなければならないものと、えー、交付しなくても良いものに分けなければいけないということです。まあ、こちらも暗記になるんですけども、まあ、結果から言うと、この労働条件の明示事項に関しては13項目あるということですね。この13項目の中の上の5つ、これだけがえ必ずえ交付しなくてもしなければならない事項になるということになります。まず1つ目がですね、この労働期間、労働契約の期間に関する事項。 そして二つ目が、就業の場所及び従事すべき業務の、えー、に関する事項。そして三つ目が、修業及び修業,、えー、業の時刻等になるということですね。そして四つ目が、賃金の決定等。そして五つ目が、退職に関する事項という形になります。過去のこの3回の統計からいくと、この丸2番の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項というのが、ま三、あ、回連続で出るので、まあ、もしかしたらこちらが、また同じ問題が出るのかなと思います。 でですね、1番の、えー、平成30年の前期、問い47番に関してはですね、こちらは、えー、書面で交付しなくてもいいものが、えー、当てはまるかということになりますので、この赤より下のラインで、えー、見ていってくださいねという流れになります。まあ、答えは、えー、4番なんですけども、この、えー、職業訓練に関する事項ですね。この平成30年職業訓練に関する事項。これだけは、えー、使用者が、えー、明示する事項ではないので、まあこの、ここを暗記していれば、まあここが解けるという問題になります。 そして平成28年に関してはですね、その逆のバージョンで、えー、交付しなければならないものはどれかということになります、えー。結果から言うと1番が正解になります。この平成28年に関しては、この就業場所及び従事すべき業務に関する事項が1番に書いてあるので、まあそれ以外は全部明示しなくてもいいですよという流れになります。そして最後、えー、平成25年の問い22番に関しては、こちらも、えー、交付しなくても良いものになります。えー、こちらの問題に関しては、えー、答えは4番、安全及び衛生に関する事項。 が909のところですね。こちらに入りますので、まあ、こちらも入らないのでえ4番が正解になるということですね。一応、この赤と緑と青で書かせていただいたんですが、これが過去3回に出た場所なので、まあ,あの13個覚えるのは非常に難しいとは思うんですが、えこの赤でまあこの3つ。 書いたところ、もしくはこの5つを完璧に、まあ、マスターしていただけると、まあ、この問題は解ける問題になるのかなと思います。え建築基準法という問題もまた、えー、出るんですけども、そっちの方がちょっと難しいので、まあ、こっちもどっちも、まあ、難しいんですが、建築基準法の難しいところを覚えるよりも、まあ、こっちを覚えた方が、もしかすると、まあ、山張った方がいいのかなという可能性はあるので、まあ、一応まあこちらも重点を置いて、えー、覚えていただければと思います。えー、今回の、えー、放送はこれで以上になるんですけども、まあ、最後に、えー、答えはですね、平成30年前期に関しては、えー、答えが4番。 平成28年は1番そして平成25年は4番になるということになりますのでこちらも覚えていただければと思います。